はい、今回も月一のねダイムの付録です。今回はですね、美顔キープ必須アイテムということなんで、まあ美顔が気になる方はですね必須アイテムだそうです。ということでね、 LED ビューティーミラーとなってます。まあおそらく LED ライトが光るんでしょう。そしてね、3倍拡大鏡なんかもついてますね。裏側を見ると、まあ簡単な説明がついてます。まあマイクロ USB なんかがついてますんでね、まあこの付録をゲットしたらすぐに使うことができます。まあ USB ケーブルぐらいはあると思いますんでね、自分の持ってるやつでもいいと思いますけども、まあ早速開けてみますが、今回はですねかなり大きめですかね。まあパカッと開けると、あ、結構ミラー大きいですよね。ミラー大きい、顔は十分に入るんじゃないかなと思います。ちょっとねこのエリアね、洗濯干したんで生活感バリバリなんですが、この中央の丸いところがタッチセンサーになってますんでね、ここでいろんなライトね、なんか3種類ぐらいライトがあるそうです。でもう一つの方にはなんだろう、大きいように見せかけて補助パーツでしょうかね。まずはマイクロ USB とタイプ A のねコネクターです。そしてこちらが3倍拡大鏡になってますね。少し大きく映ります。確かに、吸盤でね取り付けることができるみたいです。吸盤ですね、ここに吸盤がついてますんで、ミラーにつけてもよしといったとこでしょうか。まあこんな感じでキュッと押し付けてあげるとくっつきます。まあこんな感じでね、逆さにしても落ちませんのでね、安定してるんじゃないでしょうか。今回の付録でね入ってるものはこのね3点ですね。拡大ミラーと本体と USB ケーブルです。ちょっとね深夜の撮影だったんで寝てしまいましたが、いよいよ後半戦実はちゃんとねスタンドがついてますんで、このようにパカッと展開すると、立てることができます。こんな感じでね、まあ、立てらんないとちょっと困っちゃいますんで、ちゃんとその辺は設計してありますね。まあ、タッチセンサーなんでちょっとね指紋がつきますね。今回はちょっとマイクロ USB、 あの電源が近くにないためにですね、モバイルバッテリーで駆動しますけども、まあ大抵のものならばつくと思います。電源オフの状態の時はこのようにグリーンの LED が点灯します。このねタッチセンサーを押すと3種類かな、3色の色が展開されます。で長押しすると明るくしたり暗くしたりすることができますね。変わってるの見えますかね。もう一回、今明るくなりましたね。消えちゃった。もう一回、こんな感じで3段階あるんですが、長く押します。もう一度明るくなりましたね。まあこんな感じでね明るさの調整もできますね。本当はね夜やればよかったんですが、寝ちゃいましたね深夜すぎて。まあそしてね朝地震が起きて叩き起こされるというね、いやー眠いですね。まあこんな感じでかなりのね明るさのコントロールができます。でまあ明るくなったらですね、まあ顔のチェックというかビューティーなんで、顔のね状態をチェックすると、まあ LED で照らされてるため若干明るいでしょうかね。まあ髪の毛がボンバーになっていないかとか、まあ簡単に言っちゃうと身だしなみでしょうかねまあこんな感じでねチェックしていきます。ちょっとねカメラを変えて正面から見てますが、どうでしょう、毛並みがちょっと悪いとか
バッチリ決まったようですね、ゴリラ君。いや、ちょっと悩んでますね。耳の位置がおかしいとかおでこが狭いとかね悩んじゃってますよ、ゴリラ君。あ、決まってきたかな。まだしっくりこない。決まった。おうおお、決まったようですよ。 OK とまあそんな風にね、このミラーを使って、ちゃんと LED が光ってますんで、なかなか明るいようですけどね。で、この3倍ミラーでやると、まあ細かいとこもチェックできます。まつげとかかな、あとはまあ鼻毛チェックとかねまあ今回の付録に入っているのはこのミラーと3倍拡大ミラー、マイクロ USB のねケーブルが入っています。まあね、こう使ってみてね、もうはっきり言って自分は鏡あんまり見てないんですよね少しは鏡見ろ朝起きたら結構そのままで活動してますんで、まあよくね、こう投稿班の見守りやってても寝癖すげーとかね言われちゃったりとかしますが、寝癖じゃないんですよ。まあ現実的には寝癖なんですけど、まあ言わせてもらえばナチュラルヘアなんですね。ナチュラルヘア、その日を占うナチュラルヘアなんで。それを人は寝癖という。よくほらナチュラルヘアスタイルワックスとかありますけど、どう見たってナチュラルじゃなくて加工してますよね。確かに懸命にこう引っ張って自分の場合は真のナチュラルヘアで勝負してますんで、まあその日どんな髪型になるか本当にねワクワクしていません気にしていませんというのが正しいことでしょうか。全くね、まあこういった人間にはあんまり意味がないアイテムですが、まあこれからね、まだまだテレワークが続く人もいらっしゃると思いますんで、まあそういった方にはね、あのカメラの前に身だしなみのチェックなどなどしてもいいんじゃないかなと。まあお出かけ前とかもねいいと思います自分もねカメラの前に立つことありますが、まああんまり気にしてないと。もうドーンと構えてるとねまあそんな感じなんですよ。いいかい若者よ、心を磨けと言わんばかりなゴリラくんですねこのゴリラくん誰なんでしょうね。ひじきだろう。悩んじゃってるよ。俺は誰なんだ。ゴリラはひじき。はいまあそんなこんなでね、ひじきしくん同様ゴリラくんも悩んでいるようですが、悩んでない要するにドンと構えろということだね。まあ結局ね、外見だけ磨いててもダメだから、内見も磨けと。内見？中身だということだそうです。ゴリラ君、説得力ないな。ボンバーでも OK、 ガンガン行こうよということです。わーっとね、わーっと心を大きくして自分のね本当の姿を見せるのが一番だと。身だしなみも大事だぞ。いうことですよね。はい。それで行ってみよう。まあある程度の身だしなみは必要ですよね。鼻毛くん出てるとやばいと思いますんで。やばい。まあそういった意味で、まあ最適じゃないな。まあなんつうんだろう。最小限の身だしなみはねチェックした方がいいと思いますんで、このミラーを使ってね。まあせっかく LED がついていて光ってますんで、ぜひともこうね、いろんな細かいところチェックしてみてもいいんじゃないでしょうか。今回は何でしたっけ？LED ビューティーミラーですね。小学館ダイム2021年5月特別付録でした。ではまた。